俺たちのジャパンへようこそ。時代劇やゲーム、アニメなどで昔の武将が使用している日本刀、皆さんはその実物をご覧になったことがありますか？近年博物館などで個展などがあり、国宝級の日本刀を目にする時も増えてきました。実は日本のみならず、世界でも日本刀の展示は行われているんです。今回ご紹介するのは、そんな日本刀の素晴らしさに惚れ込んだある男性。そんな彼が中国に旅行に行った際、日本刀より中国刀が優れていると言われてしまいます。そこで彼が日本刀と中国刀の違いを調べてみると、驚きの結果がわかることに。彼は一体何を知ったのでしょうか。ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。俺の名前はレオン。アメリカのヒューストンでデザイナーの仕事をしている。年齢は25歳。俺がデザイナーの道を歩んだきっかけは、地元のヒューストン美術館を訪れたことにある。その時に見たアジアの芸術品やアメリカの芸術品に感動を覚えたんだ。このようなデザインをしてみたい。そう考えて、俺はこの道に足を踏み入れたんだけど、できればデザイナーじゃなくて刀鍛冶師になりたかった。でもそれを言ったら両親に猛反対されてさ。だからデザイナーになったっていうのが正しいかな。さっきも言ったけど、地元のヒューストン美術館はとても大きなところで、世界各国の骨董品などが展示されている。俺が初めて両親と行った時、美術館ではちょうど日本の作品展を開催していたんだ。そこで俺は初めて日本刀を目にしたんだよ。昔から騎士とか大好きだったけど、それでも日本刀の綺麗さは芸術品だと思うよ。それから俺は日本刀の魅力に取り憑かれたみたいに、古典があるところには足を運んだ。世界最高水準の日本美術コレクションを誇るアメリカのボストン美術館にも行ったし、他にも古典がある旅に出かけたよ。どれも素晴らしい作品だらけだったよ。日本刀を目にする機会は通常あまりないみたいで、俺は展示が始まると毎回足を運んだくらいだ。アメリカだとあまり刀にお目にかかれないけど、日本に行くと刀剣の展示が数多くあるらしい。そんな俺がアメリカ以外に足を運んだ土地があるんだ。それが中国。なんで日本じゃないのかって？俺は日本も大好きだったし、刀剣なら日本刀が一番だと思っているよ。でもちょうどその頃、付き合っていた彼女ナンシーが中国の三国志が大好きでね。大好きな彼女のためにお金を二人で貯金して中国に旅行に行こうって話していたんだ。それをやっと叶えることができたのが二十歳の頃、一緒に中国に旅行に行ったんだ。初めて来たアジアはとても素晴らしくてね。俺はすっかり中国の夜景の綺麗さに惚れ込んでいたよ。で、三国志の専門的な博物館って言われる成東武侯祠博物館に俺たちは見学しに行ったんだ。成東武侯祠博物館は三国志で有名な諸葛亮が祀られていて、彼女はとても喜んでいたよ。僕はそんな展示品などを見ていたら、ふと中国の刀が展示されているのに目が行ったんだ。へえ、中国の刀はこういう形なんだな。レオンは刀が大好きね。これは青龍偃月刀かしら。青龍偃月刀？関羽が使用していた武器を、中国語だと関刀なんて言われているみたいだけど。ここに展示されているのは実物ではなくレプリカだったけれど、日本の薙刀みたいな形をしているなってのが俺の考えだったんだ。もちろん口には出さなかったけど、中国の剣は日本刀と全然違うって感想だった。俺が刀を興味深く見ていたからか、いつの間にかとある男性に声をかけられたんだ。刀に興味があるのですか？彼は観光ガイドをしているらしく、俺たちのような欧米人に英語で説明をしてくれているって話してくれたんだ。ただ俺は彼の説明にとても不愉快になることがあったんだよ。彼はいかに中国刀がすごいのか話してくれて、俺が日本刀が好きだと話すと鼻で笑ってきたんだ。
さっきまで穏やかに話していたのに、その変化の違いに唖然としてしまったよ。君らはアメリカ人だから知らないのかもしれないけど、日本刀より中国刀の方が優れているんだよ。その人はそう言って、ゆっくり見ていってくれって立ち去っていったんだ。正直すごく頭にきたよ。だって大好きな刀をバカにして、おまけに俺がアメリカ人だから知らないんだろうって言い方はないだろう。彼女に気を使って俺は顔に出さなかったけど、すごく悔しかった。だからアメリカに帰った後に俺はネットでこのことを調べたんだよ。そしたら意外と俺の知らない話が結構出てきたんだ。まず俺が初めて気づいたのは剣と刀の違いだ。よく日本のドラマやアニメで目にするように剣も刀も俺は一緒だと思っていたんだ。でも実際中国だとそこから違うみたいなんだ。まず中国の剣、あちらだと漢剣って言われているんだけど、これは西洋剣とほぼ同じような外見の剣身が多いんだ。西洋の剣術とは武術の種類が異なっているみたいで、基本的には突くための武器であるが、切り払うことも比較的多いらしい。ここら辺はレイピアに似ているなって思った。そう考えると中国の剣は西洋寄りなのだろう。実際画像を見てみたら、俺がよく見かけるファンタジー西洋向きの剣にとても似ていたんだ。中国の刀ってあるのか。これって日本刀と全然違うじゃないか。もう一つ紹介があった中国刀だけど、これは本当に違いすぎたんだ。まず中国刀なんだけど、最も多い形状の流用刀って言って、これはよく俺がアニメで見かける形に似ていたんだ。もちろん日本刀とは形が違っているし、柄は短めで、刀身は先端に向かって幅広になっている。流用刀は基本的に片手で扱うものが多くて、日本刀と比べると厚く作られるため、若干重いことが多いんだってさ。ちなみに俺の大好きな日本刀についてだけど、イメージとしても反りのある刀身の腕刀だと思うけど、日本刀の最初にあたる古墳時代から平安初期まで刀剣はまっすぐな刀身の直刀だったみたいだ。この直刀は中国の前漢時代に誕生した刀剣が古墳時代に日本に渡来人によって渡り、その影響で作られたらしい。実際に前漢から唐の時代まで中国では直刀が流行っていて、日本の遣隋使や遣唐使はその技術を持ち帰ったという資料もあった。それ以降は日本の刀は腕刀になっているし、持ち方も中国は片手なのに対して日本は両手持ちが主流だ。これは中国や西洋だと片手に剣、片手に盾を持った方が効率がいいからなんだってさ。逆に日本は盾という防具は使われていない。確かに俺が知る限り時代劇だと盾を持っている人はいないし、弥生時代から5世紀くらいまで盾があったらしいけど、刀や槍が発展すると手に持って守る盾は廃れていったみたいだ。なあナンシー、聞いてくれ。日本と中国だと刀と剣が全然違うんだ。俺は調べた情報を自慢げに話してしまったよ。ナンシーは呆れた顔をしてたけど、俺の話を真剣に聞いてくれたんだ。でもレオン、結局どちらが優れているの？それなんだよな。調べてみたけど、使い手の技量にも関わってくるんだけど、鋼の構造に関して日本刀が圧倒的に優れていると思う。日本刀は刀としては攻撃力に特化しているんだ。日本刀くらいの細さだと他のアジア大陸にある刀の中でも壊れやすいイメージがあるけど、この日本刀のすごいところは折れにくいところなんだ。日本刀は特にオーダーメイドの真打ちは柔らかい磁金を中心にサイドを挟み込み、さらに刀の峰と刃もそれぞれ別の鋼を挟んであるんだ。だから単純な鍛造では作れない一品なんだよ。日本刀の製造方法は鍛錬って言われていてね、鋼を加熱して土で打つことによって鋼を鍛える作業のことを言う。特に日本刀の原材料は砂鉄を精錬した鋼の中でも特に良質な玉鋼を使用して
何度も打ち伸ばして使用することを折り返し鍛錬って言うんだ。ちなみにこの折り返し鍛錬によって強靭な鍛身となっていくし、この鍛錬をすることによって刀の表面に様々な模様がつくんだ。それに刀身の外側を覆う硬い鉄を皮金って言うんだけど、それと鍛身の内部の柔らかな鉄、芯金を別々に鍛えて、後に組み合わせて一本化させることで折れにくさと曲がりにくさを両立しているんだよ。それに日本刀の技術の高さは焼き入れにも現れているんだよ。焼き入れ？そう、刀全体を加熱し水で急速に冷却することだよ。そうすることでとても綺麗な模様が刀の表面に浮かび上がるんだ。俺は日本刀のサイトを見せてあげたんだ。ナンシーは模様にとても興味を持っていたよ。だって全てが同じじゃないんだ。焼き入れをすることによって刀一つ一つに見られる白い波のような模様があるんだけど、それを波紋って言うんだ。この波紋は装飾的なイメージが多いけど、実は切れ味にも関係しているんだよ。そう伝えるとナンシーはとても日本刀に興味を示してくれたんだ。彼女はそれまで刀は全て一緒で、三国志などの中国武将が使用している剣が一番素晴らしいって考えていたからね。でも日本刀は両手持ちなんでしょ？守りがなければその分重いってことじゃないの？日本刀は切ることに特化した武器だから、より効率的に切るためには片手よりも両手持ちの方がいいんだ。俺が熱く語るとナンシーも興味を示してくれて一緒に調べてくれたんだ。そしたらさすが中国の歴史に詳しいナンシーはあることに気づいてくれたんだよ。中国は、そう、以前は直刀が多かったけど、遊牧民族の影響で反りのある刀になったのね。反りがある方が馬上で使いやすいというか、切りやすいからですって。流用刀って馬での移動を特化して作ったんだね。日本刀は違うの？違うよ。あれは馬に乗って切るというより、刀を滑らせて切っているってイメージが近いかな。じゃあ日本刀は中国の流用刀ってわけじゃないわよね。真似したんだろってガイドのおじさんは言っていたけど、こう見ると日本刀と中国の刀って全然違うね。最初は刀の直刀って刀を引き継いでいたけど、日本は独自の作り方をしているよね。まず日本刀は重いから両手持ちだし、その分切れ味に特化しているから中国の流用刀と比べると違いが多いんだ。俺はこれを見てますます日本刀に興味が湧いたんだよ。彼女も日本刀の美しさに興味を持ってくれてね。次は日本に行ってみようって話が出たくらいだ。そう考えると、中国であのおじさんに言われた真似しているんだろって言葉でさらに違いを比較できたから、個人的には感謝かな。でも正直俺からしたら、やっぱり日本刀の技術の凄さは改めて驚きの連続だったね。早く日本の博物館に行きたくて、今でもうずうずしているよ。剣が刀にとって変わられた背景には、中華国内の政権交代劇が大きく絡んでいるからな。日本刀は本当に綺麗だし素晴らしいと思うよ。僕も博物館で見た時は感動したな。日本刀はこの独特な文化に何度も改良して、全てにおいて完璧な剣だから人気なんだよね。日本刀は世界一切れることで有名ですね。片手剣のサイズで重い刀を振り回すことで攻撃力に特化していると言われています。そんな日本刀と中国の流用刀の大きな違いは、馬上を想定した結果になります。中国は攻撃力が出ない分、手首をひねらせて回転切りをしていたようで、よく映画などで見かける切り方ですね。逆に日本刀は馬上で太刀を使うにしても、振り回すというより固定して刃を滑らせて切るやり方です。よく中国などで日本刀は馬に向かないと言われますが、発想の違いが出てくるのでしょうね。皆さんは日本刀と他国の剣や刀の違い、また日本刀の素晴らしさを感じたことはありますか？よかったらコメント欄で聞かせてくださいね。
それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。